ハイアニスとはアメリカ合衆国のマサチューセッツ州バーンスタブル郡の村。バーンスタブル市にある7つの村の中で最も大きく、またケープコットの商業、運輸業のハブとなっている。そのため1990年の人口調査では都心部として指定されている。そういったことからハイアニスをケープコットの首都と呼ぶものも多い。ハイアニスには 軍のほとんどの役所があり、2つの重要な商店街や、歴史的な中央通り、そしてケープコットモールや、インディペンデンスパーク、そしてケープコットポテトチップス本社を含む、国道132号沿いの商業地域がある。ハイアニスは重要な観光地であり、フェリーや飛行機でナンタケットに向かう、人々の重要な拠点でもある。マーサズビニアードに向かう旅客も多く、 ファルマス近くにあるウッズホールに続く2番目の寮である。自然の港があるハヤニスでは、ヨットや漁業も盛んで、ヨットはケープコットで、いた漁業はプロビンスタウンに次いで2番目の規模を誇る。メインストリートにある旧町長を利用した JFK ハヤニスミュージアムでは、ジョン・ F ・ケネディがこの町で過ごした時間に焦点を当てた展示が行われている。また、 1966年に軍の人々によって建設された記念碑がルイス湾の浜辺に建っている。記念碑は噴水と芝生、そして石碑からなっており、石碑には大統領表彰とともに重要なのは、この国は港に留まるのではなく出港しているということであるという彼の言葉が記されている。1960年11月9日のこと、 JFK はこの地の旧ハイアニス武器庫にて、大統領選の勝利宣言を行った。かつてのアメリカ海軍のタグボート、ハイアニスはこの村にちなんで名付けられている。ハイアニスという地名は、カマキット族の酋長であった、イアノーにちなんで名付けられた。ケープコットの玄関口であり、中心地でもある港町である。ボストンのエグゼクティブたちにとってはここに別荘を持つ。 ことがステータスであると言われ、多くの別荘がある。ジョン・エフ・ケネディ一家の別荘もここにあり、休日をハイアニスで過ごすことも多かった。このことを記念して、ジョン・エフ・ケネディミュージアムや、ジョン・エフ・ケネディメモリアルといった施設がある。ヘルシーなことで全米で人気のポテトチップスである、ケープホットポテトチップスの工場があり、見学することもできる。以下のようなチームがある。 ありがとうございます。